はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ捨てスパチャ大歓迎、来るもの拒まずお届けいたします。パーカッションのワークショップ、高文がお送りします。よろしくお願いします。ヒール2、脳内で16部が意識できるスピードだと叩けるんですが、脳内処理を超える口で言えないぐらい速いスピードだときちんと RLRL 叩けず手がコントロールできなくなってしまいました。おー、わかりますよ。速いスピードの時意識されていることや練習手段はありますか？あります。いい質問ですね。だいたいその速いフレーズとかって、口で歌えるとか脳内で処理できる、把握できるのであれば限界まで把握した方がその精度は高められるんだけど、把握できないくらいになるっていうか、要するにこういうやつですね。でこれを動きを分析すると、まあこうなっているわけなので、これをなんていうかな、大きくグループとして見ていくっていう感じです。まあ簡単に言うと、この右手だったらヒール2、ヒール2って2回叩いてるけど、これを1回と考える。ヒール2を1回って考える。うんうんうん、ゆっくりだったら、あん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 って感じ方なんだけど、速くなると、うん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 。この発音に対して倍で感情してるっていうか、うん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 。このヒールの時だけ、把握してる感じですね。つまり、このヒールの反対側で打つっていうか、ヒールの裏に当たる位置の2は、感じてない。です。極端な話ね。今タカトク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 タカぐらいだと、うん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 、こう感じてるね。この右手のこれだけを感じるみたいに、グループとして捉えるっていうやり方が一つです。はい、このヒールだけを頼りに、やる。あとは全部、おまけっていうか、付属、流れの中で、ついでに当ててるみたいな感じです。はい。で、それをやるためにどうすればいいかっていうと、結構がっつりとしたね、これ回答になりますので、後でじっくりちょっと、あ、そうなんだ、へーっていう感じで、やってみてください。この動きを要するに1回にしたい、自分の感覚として1回動いたら2回鳴ってくれるようにしたいわけですよ。うんって思ったらタタってやってくれるみたいな、うん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 、そういうこの体の動かし方っていうか機構を考えた方が楽にできるね。なので、練習方法としてはですね、まあこの体の使い方からやるっていうのが一番なんですけど、要はその連続して叩きたい時ってずっとこうでは絶対に叩けないんですよ。こういう直線の動きだと、一回一回一発一発叩くことには適してるんだけども、今言ったようなついでに叩くみたいな動きができない、この動きだと。なので基本的にこう回転する機構になるわけなんですね。腕自体が肩甲骨からグワンってこう回るっていうか、リボンみたいにね動くような機構でできるとすごい楽になるので、でこう一回振ってついでにタタンタタンタタンってなるようにやるとよろしいかと思います。つまり律儀にヒール2ヒール2ヒール2ではなくて、自然にこう腕が跳ね返ってこういう感覚を養うと最終的に早いところにいけるのではないかと思います。まずはこの柔らかくして1回のアクションで
2回ないしは3回叩けないかっていうことを、発音できないかっていうことを考える。でそれができたら、その大きな括りでタラララ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 タラタンタンア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 ンで捉える。アン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 うんっていう感じですかね。はい、すいません、長くなりましたけど、そんな感じです。はい、